海原県は中華人民共和国名華海賊自治区中英市に位置する県。新大は北地軍、漢大は安定軍、三国時代は元州に属した。隋町により平両軍が設置されたが東朝により元州に戻されている。707年東朝により召関県が設置されると県域には元州召関県と海州海寧県が設置されている。 五代には、トゥの支配下に置かれ、1 0 2年、タングと勢力は、現在の県域にあたる天都山を、占拠。1038年、聖火の半都とされ、県域西部に、南無海城を設置している。1099年、総長がこの地を奪回すると、聖安州を設置、旗を取り地の管轄としたが、1126年、聖火が、再び占拠し、南武州、または、 安州と解消された。現代になるとこの地の人口が増加し、海、ラツトハラと称されるようになり、やがて海ラツトホが設置され、海上路の管轄となった。秋尾は総合予備県年用の牧地とされ、海ラツトホは、海上と称されるようになり方厳州の管轄とされて、聖火年間には、西安、陳恵比寿、平取子、守護戦古書が設置されている。新書は、 平良両府に属したが、1646年、平良両府使用茶道地に移管されている。1874年、会場圏が設置され、中華民国まで添いがねされたが、1914年、両年省に同盟の県が存在したことから、海原県と会省、甘縮省平良選区の所管とされた。1949年8月、県域は、 中国共産党の実行支配下に置かれることとなった。1953年12月、片、原海賊自治州の所管とされ、さらに1958年10月に、寧夏海賊自治区片原選区に移管された。1970年に片原選区は、片原地区と、改啓2001年の片原地区の廃止と、地球史としての片原史の成立により、海原県も移管されている。 2003年12月31日、海原県は中英市に移管されることが決定し、2004年2月10日に新設された中英市に編入された。ありがとうございます。